金網は怖くないですか？金網。自分は金網の方がやりやすいです。ロープだとこう、うん、押された時にバンって出ちゃうんですよ。あれが怖いんですよ。あれが怖いんだ。そっちの落ちちゃうからね。そうです。落ちちゃったら本当に腰から落ちたりしたら怪我しちゃうんで。年末の雷神で、うん、ケープ選手が TKO を勝利して堀口さんのとこに駆け寄りおでこにキスされましたが、うん、あの時どんな気分でしたか？まあハグだけかなと思って、海外乗りのハグだけかなと思ったらチューもされたんで、まあそこはいいんじゃないかな、チューはしなくていいんじゃないかなって思いましたね。とっておきのお話をね紹介していただくコーナーなんですけども、自分はラーメンが好きで、はい、あの試合後いつもあの豚骨ラーメンを食べてます。まあ、あの地元のだるま大使っていう、うん、群馬、群馬です、群馬の、そこに毎回行って、はい、食べてますね。動いてない時に行くと、うん、自分は気持ち悪くなりました。で今怪我してるじゃないですか、それ言ったんですけど、ちょっと気持ち悪くなりました。そうなんだ、はい、でももう研ぎ澄まされた試合後の時が一番うまい。そうですね、そうですね。でもその海外とかだとどうするんですか？ないでしょ、そんな美味しい豚骨ラーメン。そうですね、海外の時は、うんうん、あまり食べたいなとかも思わないです。思わない、思わないです、ね、ライスはつけるんですか？ライスはつけないです。あ、つけない。あの替え玉、替え玉、替え玉、替え玉ね、はい、あ、いいですね、はい、細麺で。そうです。